去年の段階で40歳、チームにとって決してマイナスにはならない、実力ありきの世界ではあるんですけど、ちょいちょいいろんなスポーツとか、習い事をやったりしてたので、特にブラジル行った時とかなんかはそうですけど、ドリブルをしたいからしてたっていうよりは、だから下手したらワントップとかもやってたかもしれないですよね。ここから日本代表のところでオシムさんのところを伺っていければと思うんですが、はい、その横浜 F ・マリノス時代 の2006年8月のオシムさんのその、はい、シム体制初戦ですね、いわゆるトリニダード・トバゴ戦の、はい、あの試合で A 代表初招集されましたけど、あの時の気持ちっていうのは、うん、そうです、まあそもそもですけど一番最初にのオシムさんの代表招集に、まあ、呼ばれるとは思ってなかったっていうのがもう本当に率直な感想だったので、当時、まあ、僕怪我ちょっと明けだったってこともありますし、あんまり意識はしてなかったんですよ、まあ、どっちかというと。ただ、まあ、ちょうど代表の監督が変わるタイミング、新チームになるっていうタイミングで、なおかつ最初の一発目のメンバー発表があった時に、まあ、どちらかというと見知った顔のが選ばれてることが人数が多かったので、まあ、全く意識してなかったわけじゃないですけど、それは自分が呼ばれる呼ばれないとかっていうことではなくて、そういう知った顔が入っていくから当然だけど、自分も今くらいのね、このタイミングくらいから少しやっぱり代表っていうのも、まあ、リアルに少し目指せるようにはなってきてる、もしくは目指さなきゃいけないタイミングなんだなっていうくらいの感覚だったんですけど、それがまあ発表の仕方もあの時はすごいちょっと独特でしたけど、最初に13名発表して、でその後に第2陣で追加で何人っていう形で、まあ、でもさすがにねまだ呼ばれるとは思ってなかった中での招集だったので本当にまあ驚いたっていうのが、まあ、率直な、感想でした、まあ、ただそれとともにオシムさんはあの時ずっとジェフで監督をやられてた中 でその対戦相手だとかそういう形で見てきた選手たちの中で、まあ、自分がいいと思った選手たちを集めたっていうのも多少あるのかなとは思ったので、そういう意味では対戦相手として対戦した時に印象に残るプレーができてた、まあ、そういうふうに評価してもらえたんだろうなっていうところもあったんで、そこはまあ嬉しかったんですけどね。まあ、いずれにせよやっぱりどちらかというと感慨深いなとかっていうよりはバタバタっていう感じの方のイメージが強かったですね、あの時は。でその初めて招集されたトリニダード・トバゴ戦で初出場も記録されて、はい、あの試合の思い出っていうのは、それまでもアンダーだとかオリンピックの予選だとか日の丸を背負ってっていう試合をするっていう機会はあったんですけど、やっぱりそうですね、 A 代表の雰囲気だとかまたそことはもう一段階こう上がった責任感とか、なんか本当にやっぱり A 代表でしか味わえない雰囲気っていうのはすごくあったので、その試合の時はまあ多少感慨深いなっていう感じは、試合前というか試合に臨むにあたってですねの部分はありましたけど、ただ一貫戦やっぱり試合が始まってしまうとどっちかというと、まあ、本当に試合に集中というか、まあ、余裕はあんまりなかったですね。やっぱり久々の外国人相手の他の国の代表との試合でもありましたし、コンディションの部分でもうやっぱりまだ不安というかそういったものもあったりだとかっていう中で、ただ代表戦だし気持ちも入ってるっていうのはあったはあったんですけど、まあいろんな部分で体力的にも、まあ、感情的にも余裕があったかっていったらそうでもなかったので、どっちかというとまあ苦い代表デビューだったかなっていう感じは、途中で交代もしましたし、だからハーフタイムの時にも、まあ、僕は そういうつもりもなかったんですけど、まあ、オシムさん的にはやっぱりもっと走れるだろうっていうイメージがあったのかもしれないですね。そういうもうちょっとバテちゃったのかみたいな感じの言葉をまあちょっとかけられたりとかっていうのもあったので、まあ、そういうところも全部含めてですね、充実したっていうよりはまあどっちかというと悔しさが残る代表デビューではあったかな、個人的にはですけどね。あの試合はまあチームとしては勝ったのでいいゲームだったと思いますけど、オシムさんのその指導だったりその、うん、で印象に残っている言葉とかってありますか？言葉というよりは常にその、まあ、そこまでコシムさんとじゃあその1対1でコミュニケーションを取ったりだとかっていう機会はそこまではなかったんですけど、ただまあ
練習の中で与えられた練習メニューとかあるじゃないですか。それをやっぱり先の先くらいまで読んで取り組まないと通用しないっていうか、まあナイスプレーっていう形にはならないし、そもそもですけどその練習メニュー自体もやっぱりもう全員がですけど考えて取り組まないと、どっちかというとちょっとうまく回らないような練習が多かったかなっていうイメージはあります。だからそういう意味では体もそうですけど頭がすごい疲れるような形の、練習が多かったんじゃないかなとは思いますけど。そんな大島監督からそのどんなものを受け取ったというか、その山瀬選手はその、受け取ったと感じています。まあ、まずはやっぱりサッカーにおいてってだけじゃないですけど、物事すべてにおいて、まあ、きちんと考えることが大事だと。それプラス考えるってことっていうのは例えばサッカーやってる時だけ考えればいいかってことでもないしですし、普段からもそうですし、で別にそれがサッカーのことだけってことじゃないですし、なんかすべてのものっていうのがやっぱり、まあ、人生含めてですよね。そういう生きるってことがやっぱりさまざまな状況、まあ、起こった出来事だとかそういったものに対して考えて対応して過ごしていく、まあ要するに一つ一つの行動だとかっていうものが全部つながってるんだよっていうところは、まあ全くそういう意識がなかったわけじゃないんですけど、改めてその重要性だとか、その何ですかね、考え方の深さっていうのかな、考えるってことは割とやってきたつもりではあったんですけど、やっぱその深さですよね。2手3手だけじゃなくて、もっと先を読むというか、それくらいのことを考えながら、全てのものがつながってるんだっていうところまで考えながら物事に取り組んでいくことの大切さだったりっていう部分は、まあ、僕に限らずですけど、オシムさんの指導を受けた選手、まあ、もしくはね、オシムさんのインタビューとかそういったものをテレビとメディアで、まあ、ご覧になったサポーターの方だとか、まあ、いろんな一視聴者の方もそうですし、まあ、もしくはオシムさんに対して何か質問をしたりだとか、まあ、当然ですけどするサッカーメディアの方とかもいるじゃないですか。そういった方たちも逆に質問することによって、普通で言ったら何かじゃあこれに関してどうですかって聞いたら答えを教えてくれるというか、あ、それに対してはこうですみたいな感じで、まあ、シンプルなやり取りで済むとは思うんですけど、いやそれに対してじゃあ君はどう思うんだってむしろ逆に聞き返されるくらいだったりとか、それは違うだろうとか、なんていうんですかね、一つ一つ全てのこうやり取りとかっていうのが表面的なものじゃなくて、なんか本当にいろんな物事の本質だとかもっと深く考えなきゃいけないよっていうのを会う人全てになんかこう問いかけるっていうような感じですよ。だからさ、まあ、サッカーの監督ですけど、まあ、いろんな部分で監督っていうよりはなんか生き方のなんかこう師っていうんですかね、師匠さんの師みたいな感じ、まあ、先生というか部分もやっぱり日本サッカー界だけじゃなくて日本の国にもたらした方でもあるのかなっていう気はしますけれど、ただね、そこの部分がすごすぎるがゆえにたまにこう記者さんなんかっていうのは質問してなんかそういう風に返されたらこうイラッとされる方もいたのかもしれないですけどね、逆に。でもそういうのも含めて一筋縄ではいかないし、オシムさんと付き合おうと思ったら、本当に向き合おうと思ったらこっちも一筋縄ではいい、やっぱり、ね、それくらいの覚悟を持ってというか、それくらい向き合って接しなきゃいけない。でも人と人との向き合い方ってやっぱ本来はそうだなっていうのをやっぱり教えられますよね。一応元日本代表っていう肩書きはいただいてますけど、激しい試合にはなりがち、番号っていうもの自体になんか意味を持たせたいというか、決して上手い選手ではなかったんですけど、それ恐ろしいな。日本のサッカーのレベルっていうのは着実に進歩してる。あんまりそのサッカー選手目線でっていうよりは最高成績を超えてもらいたいなっていうところがあります。